しのイーシュビーザーの皆さん、こんばんぴです。プロセカワンダショ生放送お疲れ様でした。いつも通り0部、1部、2部とあったんですけど、この動画では1部の方で発表された情報を皆様とご一緒に振り返ってみようかなと思います。また後日おそらく明日2部の方で発表されたアップデート情報を喋っていくと思いますので、ぜひチャンネル登録してくださると幸いです。あと5000人くらいで20万人です。お待ちしております。 2.5 周年スペシャルワンダホイチャレンジ、なんかめちゃめちゃ早かったです。まあ、いつも国歌一番の途中くらいでトレンド1位になるんですけど、今回は国歌一番流れた瞬間にはなってました。はい。まあ、ライバル少なかったっていうのも、WBC ドンかぶりしてたら多分めちゃめちゃ時間かかってたんで、まあ、タイミングも良かったのかなと。プロセカをプレイしている全ユーザーに4月中にクリスタル500個プレゼントされます。よろしくお願いします。はい。誕生日ライブ開催スケジュール見ていきましょう。花里みのり4月14日になります。で、この後4月30日に旬の名なのお誕生日も控えています。ただここでエナナン乗ってないってことは、おそらく4月末にあるワンダショーチャンネル、もしくは 2.5 周年直前生配信あると僕は思ってるんで、まあその時に発表されるんじゃないのかなと軽く考えてはいます。はい。コネクトライブレオニード5月21日開催が決定いたしました。モアモアジャンプね、ちょっと前コネクトライブ見たんだけど、めちゃめちゃ良かったんで、天使のクローバー最後みのりちゃん羽生えてたし、めちゃめちゃ良かった。コネクトライブは1公演参加するのにチケット2000円必要ですが、まあ、2000円全然もったいなくないんで、しかもコネクトライブのクオリティってもう開発チームのおかげさまでどんどんクオリティ上がってるんで、より質のいいクオリティの高いコネクトライブ開催されると思っていいと思います。こちらは5月21日開催とのことですので、よろしくお願いいたします。はい。次回イベント情報出ました。公共する街の片隅でと、これがいわゆるチアフルライブ混合 2.5 周年イベで、声優さんポロッと言ったんですけど、去年の 1.5 周年バチャシンメインのイベントでしたよと。じゃあ今年の 2.5 周年バチャシンメインなのかと言ったら、そういったわけじゃなく、3周年にバチャシンメインのイベントがあるとのことで、なのでこの 2.5 周年のイベントはバチャシンメインではなく、プラスまあ、シノノメーナの限定が確定してる、今のところそこまで分かってるイベントになってます。こちらおそらくカラフェスとも被ってますので、まあ、どういったメンバーがピックアップされるのか楽しみにお待ちしていきましょう。 2.5 周年記念ログインキャンペーン、感謝を込めてクリスタル3000、そして10連無料ガチャチケットが最大7枚プレゼントと。うん、太っ腹太っ腹です。これはね、まあ、来るんだろうな。もうここまで私たち豆腐甘やかされて育ってますので、来るとは思ってたけど、来たら来たでやっぱ嬉しいもんですね。無料で70連が確定しています。ここもいつも通り無料ガチャチケットを使って引けるガチャが開催されますので、集めたチケットはそちらの方で使っていきましょうって感じです。 2.5 周年記念限定衣装付き1回限定のプレミアムプレゼントガチャが開催されます。こちらいつもの星4確定ガチャにプラス男性女性全員の新衣装付きのガチャとなっています。こちら開催期間4月11日までですので、よろしくお願いいたします。 2.5 周年記念ベストコレクションガチャ、なんだこれはと、これはなんだといった感じで、見た感じ限定はいなくて工場メンバー、そしてプロセカ公式の方で事前にアンケートされてた全26名のキャラクターのおすすめ星4メンバーが1人確定するガチャになってます。アキトはこれしっかりイカつい時のアキトですね。このアキト1位なんだ、へへへ。あんちゃんゲレンデ、あーすか、限定抜き、まあ、ゲレンデいたら私はゲレンデに入れてたのかなと。まあ、とりあえずこの中のキャラクターがゲットできるガチャプラス準決勝、これついてますね、準決勝ついて優勝クリスタルで1回引けるガチャとなっています。 2.5 周年記念クリスタルショップの開催も決定しています。こちらも4月11日までとなっていて、まあ、いつもよりお得にクリスタル変えたり、 2.5 周年記念のお得なセットも購入できるようになります。さらに海外版限定ライブ衣装セットの販売も決定いたしました。そしてログインするとアバター衣装、なんですかこれ。はい。これもプレゼントされます。エレガントドレス。これいいな。これいいな。買いますか。あ、ちなみに絆ランクに4つの組み合わせが追加されました。もう4つしか追加されないんだって。いつもめちゃめちゃ追加されてたんで、絆。もうレパートリーどんどんなくなってきたんだろうね。今回4つの組み合わせです。よろしくお願いします。これね。エイプリルフールです。はい。エイプリルフールです。4月1日に。なんか発表されますよ。カミングスーンって。エイプリルフールです。去年覚えてますでしょうか？私のチャンネルなんか50万再生ぐらい取れてるんですけど。エイプリルフール。ね。今年もかましますよと、プロセカ運営。ミヤジョの制服を着たニゴミク。楽しみになってきましたね。まだエイプリルフールと確定したわけじゃないんですけど。ぜひ皆様の予想コメント欄に残してください。楽曲追加情報が15曲あります。はい。めちゃめちゃ多いんで、もうサクサク喋っていきたいんですけど、サクサク喋るようなことでもないくらい、今回ちょっと力入ってるんですよね、2.5 周年。まず事前にヒント、まああれヒントと呼べるものではなかったんですけど、文字数だけのヒントありました。上から順番に見ていきましょう。トラッシュ&トラッシュ。和田武明さんです。原曲 MV 付きのバーチャルシンガーバージョン、鏡音凛ちゃんとなっています。よろしくお願いします。ヴァンパイアズ・パトス、ひとしずく山 P さん、レン君の楽曲、そして原曲 MV、声優さん曰くも原曲 MV 絶対に見てくれと。ぜひプレイするときは原曲 MV つけてプレイしましょうと。ミーテの追加が決定いたしました。初音ミク、そして
してこちらの楽曲ようやく来たかと、まあポジション的に言ったらグリーンライスするなーでみたいな感じか。でもうすうす気づいてると思いますが、各バーチャルシンガーのソロになってます。続いてインタビュアーめぐりねるか、クワガタピーツの追加が決定いたしました。こちらも原曲 MV 付き。私の恋はヘルファイア 3DMV になってます。メイコさん、なるほどと。前回カイト兄さんの 3DMV が追加されたんですが、今回メイコさん、そしてカイト兄さんスノーマン、プロセカ実装するということで、ぜひ皆さん一度聞いてみてください。そして第14回プロセカネクスト採用作品名もなき革命の追加も決定いたしました。これ1ヶ月前も紹介したんですが、公募14作品目ですね。よろしくお願いいたします。アトラクトライトはこれはねいいですねいいですね。ちょっと感想薄いんですけど、僕はめちゃめちゃ好きです。はい、あの流星のパルス書き下ろしてくださった方なんですが、でこれがもうツイッターの方で告知されてて、明日追加が確定してます。世界バージョンレオニード、まあこれはねなんて言うんだろう、青春っていうか、もう受験生すごく聴いてる曲だと思うんですけど、レオニードが、まあ、歌うなら一番しっくりくんのレオニード、ぜひ一度聴いてくださると幸いです。新海少女ありがとうございます。モアバージョンこれはね決まってますね、決まってますね。薬決めたみたいな。決まってます。もう最近知ってると思うんですけど、モアモアジャンプと水属性の曲、水属性の曲ってなんだって話なんですけど、相性めちゃめちゃいいんですよね。もうそれに気づいてからというものの、深海少女モアモアジャンプ完璧ですよ。そして魔法みたいなミュージック、オスタープロジェクトさん。世界バージョンはなくて、バーチャル進化バージョン初音ミク、追加も決定しています。おこちゃま戦争。拍手してばっかり。まあさすがにユニットだから 3DMV 付きだ。今気づいたわ。これ 3DMV 付きだ。まあ、ユニットに来るんで、まあ、アキとエナっていうね、お子ちゃま戦争見れないんです。さすがにそれは実現できなかったんだけど、天馬司、草薙ねね、そこのお子ちゃま戦争が見れると。これ絶対いい。結構今回の楽曲のレパートリーね、力入りすぎでしょ、マジで強すぎ。ワロタ絶え間なく会えろ。おいおいおい、最近聞いてるって、最近聞いてるって。僕ビビットバットスクワット、あ、これ威風堂々の3人ですね。はい、ビビットよろしくお願いします。じゃあ 3DMV あんのかなと思ったら原曲 MV ですね。よろしくお願いいたします。追加確定最後です。命ばっかり、世界バージョン25時、ナイトコード、そしてメイコネイさん、よろしくお願いいたします。はい、サクサクいきましたが、ここから書き下ろしですね。まずレオニード、PMV 見た感じ、いや、まあ、先ちゃんなのかなとは思うんだけどね。かけろさんとやはりさん、具体的に甘いフラペチーノ的なのを飲んだり、美味しいワッフルをもくもくしたり、寝る前に布団の中で、ねえ好きな人いるん、嘘絶対いるじゃん、誰にも言わないから教えて、内緒、もうじゃあイニシャルだけでいいから、はい、らしいですね。そしてモーマージャンプ書き下ろし、これはやはりちゃんバナーっぽいですよね。ユニットの奇跡へ大事な1ページを刻む責任を胸に、彼女たちの持つ優しさや強さ、痛むきさと共鳴するような楽曲を仕上げることができましたと。どんな曲ですかこれ。以上15曲。そしてこっからゲーム外情報、クリエイターズフェスタ2023、何ですかそれ2023年6月3日から4日の10時から20時、秋葉原 UDX で開催されます。これね、新しく書き下ろされてますね。ビビバス真ん中じゃねえかおい。なんとクリエイターさんは、エシさんとボカロ P さんと交流できる夢の祭典となっています。そして物販も出ていて、タペストリーアクスタ全26種、クリアファイル全26種、缶バッジ、エピックカード、さあエピックカード僕何回か動画にしてるけど、エピックカード持ってます。そしてイラストレーター、ポストカードセット全属種、はい、よろしくお願いいたします。このフェスタも抽選だよね、当たれば行かせてもらいます。てかエピックカードとアクスタすごく欲しいです。そしてこちらクリエイターフェスタの方で、ユニットイメージアルバムの先行販売が決定いたしました。でここになんとボカロ P による書き下ろしイメージ楽曲を収録、書き下ろしの楽曲が新たに収録されると。収録楽曲は順次ゲーム内に実装予定とのことですので、よろしくお願いいたします。続いてゲーム外情報、プロセカ公式 YouTube チャンネル見て、第4回モーモージャンプの生配信が決定いたしました。4月20日20時ですので、こちらもよろしくお願いいたします。フェニックスワンダーランドショップというものがなんか始まります。はい、もう特設サイト出来上がってたんで、まあ、そこ見てくださいになるんですが、あのフェニー君のクソデカぬいぐるみ8800円があったんですごい悩んでる今。あんなん買ってもどこに置くんだよって話なんですけど、まあ、正直どうしようか悩んでます。コメント欄で買った方がいいっていう声が多かったら買います。そして4月29日から7月16日までアニメートフェアの開催が決定いたしました。キラキラポストカード、まあ、こちらおそらく1000円2000円分買ったら1枚ゲットできるっていうパターンのやつなんですけど、まあ正直欲しいですね。やっぱり私25歳男の子なんで、キラキラしたもの欲しいんで。アニメートオンリーショップの開催が決定いたしました。一つ言っていいですか、プロセカグッズ多くない？プロセカグッズ本当に多いよね。めっちゃプロセカ金かかります。まず4月29日、あ、キラキラポストカードと一緒ですね。池袋本店7階に特別展示、ジオラマ再現など、まあ私一番近いの池袋なんで、まあどこかしらで出現すると思います。よろしくお願いします。コロッとアクリルフィギュアコレクション、キャラバッジコレクション、くわー人ってかビビバス、ストレイのグッズマジで欲しい。しかもこれ書き下ろし集めるしかね、コロッといっぱい買うしかね。はい、といった感じで
と相当長くなってしまいましたが、以上ですね。また後日アップデート、第2部の方で発表されたアップデート情報も、まとめると思いますので、よろしくお願いいたします。本日も生放送を見た後に私の動画お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。